どうも、エレラル伊藤です。どうも、福田です。こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今回もね、はい、この新宿ロフトプラスワンさんからお送りしております。はい、さあ、福田さん、はい、今回のテーマは何でしょう。いや、ちょっと今回は今までとちょっと方向性を変えようかな。はい、うん、方向性を。はい、少女漫画。あ、少女漫画ね。少女漫画っていう表現が今いいかどうかわかんないですよ、今このね、ご時世で。やっぱ男女どちらもね、平等と言われてる世界で少女漫画っていうのもどうかなと思うんですけど、まあね、LGBT がどうだとかありますけども、はいはいはい、まあでも当時は少女漫画って呼ばれてた。まあね、はい、うん、はい、それをちょっとやってみようかな。なるほど。女性人気も欲しいんで。はい、来て、はい、媚びてるわけですか。はい、女性人気も。そうなのね、なるほどね、はい、まあ女性も共感してもらいたいですからね、それはせっかくだったら。はい、何、はいはい、ですか、はい、今回ですね、はい、サラリーマン金太郎どこが少女漫画なんだ。もうやめてよ。何が？やらせないでよ。いや、やらせてないですよ。誰もやらせてないんですよ、このタイトルをボケさせるっていうのは。やらせないでよ。させてるわけじゃないですから。こちらです。はい、じゃん。ハンサムな彼女。ハンサムな彼女ね、これはみんな好きなんじゃない。まあ、我々世代なのかな。うん、まあでも実を言うとね、うん、僕はね、これを直撃してみてはないんですけども。まあね、どっちかというとこれ書いてるのは吉住渡先生で、はい、まあ、僕的には有名なのはママレードボーイとかの方が有名ですよね。まあ、確かにね、アニメにもなったし、ママレードボーイもね、はい、うん、あ、それの1個前ぐらい、1個2個ぐらい前、多分1個前じゃない、1個前かな、うん、うん、でこちらリボンにてね、はい、1988年から1992年まで。88年。まあ確かにね、俺リボンでちょっと読んでたもんな。いや、リボンで4年間やるってことはすごいことですよ。リボンってほんと1年間続かないですからね、意外と。あ、そう、はい、やっぱりこう、うん、激しいですから、入れ替わりが。まあね、うん、人気漫画でしたからね。はい、単行本はなんと全9巻、うん、これ少女漫画でしたら、少女漫画で言ったら長いですからね、全9巻っていうことは。まあ、はい、まあ、確かにね、うん、いやだって変な話、やっぱその単行本が月1年生だからすごく出づらいんですよ。まあそうだよね、うん、だから1年間やって、うん、単行本2本出ればいい方じゃないかしら、うん、うん、それぐらいの感じだよね、内容量的には。確かそれくらいのペースだね、うん、うん、でもまあ1話がちょっと長いのかもしれないけどね、うん、まあそれはね、週刊誌で比べたらやっぱ月刊誌の方が1話長いと思いますけど、うん、でもなんかね、うん、俺のイメージよりやっぱり絵がね、うん、なんか子供っぽい絵だったね。なんかママレードボーイになるともっと大人っぽい絵になるっていうか、まあ、確かにね、ちょっとシュッとしてるというか、うん、まあ、でもこのハンサムな彼女中もどんどん笑顔上手にっていうか、なんか大人っぽくなってた感じ。確かになんか頭身は伸びてってるような気がしたよね、うん、そう、まあ、中学生から高校生になるぐらいの話だから、うん、そう、いや、それもね、珍しいよ。やっぱ少女漫画で、うん、あんなに急成長する漫画もないんですよ、意外と。そうね、うん、ちゃんと年取ってったからね。そう、うん、あれは意外と珍しいと思いますよ。だってね、ガラスの仮面なんて本当に何十年かけて何歳年取ってんだみたいなことでしょ。まあまあ確かにね、うん、それはしっかりしてますよ、うん、はい、で、まあまあね、本当に読んでみて思ったことは、うん、マジでベタな、あの少女漫画といえばっていう感じだったね。ああ、まあ確かにね、うん、なんかその初めて出て、うん、憧れの男性がいて、はい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 、で、ね、そこと、何なのあいつってやつがいて、うん、最初はね、うん、出会いはもう最悪な印象からね、始まって、そう、うん、まあ本当に漫才のね、漫才に出てきそうな少女漫画ですよね。うん、確かにね、最初は何だよあいつでしたもんね、うんうん、結構あっさりね、乗り換えちゃうっていう、いや、乗り換えるって言い方は悪いですけど、うん、結構あっさり乗り換えちゃう。まあ気持ちがね、切り替えてね、うんうん、でもなんかこう、しかも女の子がアイドルっていうね、アイドルって、ね、女優、まあ、芸能界にね、うん、身を置くっていう。いや、なんかね、少女漫画ってわかんないけど、俺が読んでるのはね、うん、結構多いですよね、なんか芸能界をテーマにするやつ。何か、そう、誰かが芸能人みたいな、なんか友達の一人が芸能人みたいな、はいはいはい、学校行きながら、うん、そのテレビにも出てるみたいなのめっちゃ多くね、なんか、うん、何なんでしょうね、このつながりね。やっぱ当時やっぱ魅力あったんじゃない、そのテレビタレントというか、うんうん、憧れがあったんじゃないの。まあ、どこ、まあ、ざっくり言うと堀越の話だもんね。いや、まあそうだよね、だって、まあ、芸能学会に通ってる子たちの、ね、うん、話だもんね。でもまあ半分だけだよね、芸能学会に通ってるのは。え、高校の時芸能学科じゃないの。高校別々
だからあれ半分だけっていうのはその出てくるメンバーね。ああ、そっかそっかそっか、うん、えあっちのあいつ芸能学科じゃないの？あっちだって違う学校だもんね。あ、そうなの。男子校のあそれ一夜とかってことでしょ。あ、そうか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 、うん、あいつらはまたね、すごいんですよ。16歳ぐらいでね、うん、映画作るって言って金引っ張ってこようとしちゃうんですよね。いや、すごい行動力、ほんと。最初は中学生だもんね、うん、中学生からもう。あのさ、メンバーはさ、全員、うん、一応金持ちって設定なのかな、ね、じゃないと成立しないよね。まあね、みんな2世とかじゃないと、あんな動きはできないですよね。うんうん、まあ一応、あの一夜君は2世だもんね。うん。うん、まあ有名映画監督のね、うん、息子で。そうだからどれぐらいあのこのね吉住先生があの芸能学科とかの取材してるかもよくわかんないですけど、うん、何気になんかちょっとこういろんなそういう知識も入れてくるよね。確かにね、裏側というか、うんうんうん、まあとにかく久しぶりに少女漫画読んだらすごい面白かった。確かにね、うん、この年になって少女漫画読むことなかなかないですから、うん、やっぱりだからやっぱりこういう少女漫画が元気になって韓国ドラマとかもできてるなと思って、そのなんかすごい似てるなと思うから。確かにね、うんうん、今これいいんじゃない映画とかでやったら、うんうん、なんか若いんだよね。でも本当に設定がまあね、最初中学生だから中学生だと思ってなかったな、うん、俺も当時読んでたけど今さ、うん、そのじゃなんか原作がさ映画化したやつとかでさ、うん、中学生が主人公の映画ないでしょ、恋愛ものとか。確かにね、うん、やっぱりちょっとあんまりないよね、うんうん、確かに中学生ってないのかも。金八先生以来ないのかな、うん、中学生をテーマにした。だから勝手に俺らがなんか大人っぽい目線で見てたけど、うん、本当にただの中学生があの子好きって言ってるだけだから。いや、まあ、そうなんだけど、そうなんだけど、ね、街で中学生見たことないでしょ、あんまり。もうないね。ないでしょ、うん、俺たまに見るんだけど、うん、本当に子供だから。本当に。いや、確かにね。いや、当時俺らそんなこと思ってなかったけど、うん、やっぱ今見たら本当全然子供よ、うんうん、その2人って思ったらやっぱ僕はねテンション上がっちゃいましたよ。テンション上がっちゃったの。テンション上がっちゃいました。どういうことなの、テンション上がっちゃうっていうのは。それで、そういう青春のね、うん、ストーリーということで、まあ青春ですよね、うん、本当にね、これはね。ちなみになんでハンサムな彼女かというと、うん、まあね、多分これをこの漫画を見てない人はもう今ここまでも見てないと思いますけども、今ね。この動画をもう途中でやめちゃってると、途中で確実にやめてると思いますけども、うん、まあハンサムレディっていうことなんか言葉があるらしくて、なんかね、うん、映画界でね、そう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 、うん、テンション高いじゃん、元気っ子みたいなことでしょ。なんかなんて言ったらいいの、なんか俗に言う美人って感じじゃないんだけどみたいな、うん、うん、なんかね、説明してましたよね、うん、吉住先生が映画がとにかく好きなんでしょうね、本当に、うん、だからまあすごい説明してたけど、実際誰がハンサムレディなのかっていう例えがあんまりなかったから。まあなんか当時のね、その、うん、ハリウッドタレント、うん、で例えてましたけど、やっぱ全然わかんないんだよな、うん、その時映画見てなかったし。まあまあとにかくそうね、女の子は主人公の女の子が、うん、まあちょっと高倉健みたいなね男に恋しちゃって、みたいだと思ってたの。なんかその、あの人ちょっと不器用なね、うん、不器用な男にね、恋しちゃって、ツンケンしてるね、うん、それで女の子がフラフラするって話ですよ。いや、言い方悪いですよ、ほんと。いや、フラフラする、いや、フラフラはして、あ、まあでもフラフラしてるか、確かに結構。まあでも、まあ昔のドラマとかもそうじゃん、結局さ、まあね、ヒロインは結局フラフラしないと話にならないからね。そう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 。だからそれが、まあ詰まってる、まあ原型みたいな、そこの原型みたいな、うん、確かにね、このこっからなのかな。まあね、ベタな、まあ今となってはベタになってますけど、まあ、少女漫画のベタね、うん、うん、だってもうみんな元カノ元カレとかだから出てくる人たちは。まあね、怖いよな、まあ、狭い世界でね、生きてるからね、うん、みんなずっと好きだしね、うん、うん、あの元々憧れの男の人は何歳上なんだっけ。最初の2個上ぐらいじゃない。あいつ車乗るの早くない。いや、それはもう当時はもう18年たすぐ免許取って18か、だから1年経ってるから、1年2年ぐらい経ってるのかな、結局最後までは、うん、でも途中でだからみんなが高校生になった時にはもうあいつは高3だから、まあテルちゃんはもう高3だから、テルちゃん4月生まれなんかな、うん、早いのかな。だから免許早く取れたのかな。早
春休みからもう教習所通ってるぐらいの勢いだったよ。勉強早かったよね、金取るのね。うん、確かにね。そっからず確か嫌味なやつだな、あいつ、うん、車でしかデートしないし。いや、あいつも車でしか出てこないからね。まあ、まあ、だからやっぱ人気者だから、芸能人だから、ね、芸能人だから、うん、やっぱデートといったらもう車の中でしかゆっくり話せないのよ。なんか偏った芸能界観でしたよね。そういう、うん、まあいわゆるね、うん、まあベタな感じなんじゃない、あれが当時でいうところの、はい、じゃあまあ、うん、ハンサムな彼女見ていきましょう。はい、はい、でね、気になった方はぜひ漫画の方も読んでみてください。お願いします。気になるでしょこれ、多分。え、気になるでしょこれ、まあね、もし興味があるなら、ね、読んでない方いたらね、うん、まあ面白いんでね、ぜひ読んでみてください。はい、はいはい、というわけで、今日の一ネタご覧いただきましょう。どうぞ。すいません、初めて、私こういうマッチングアプリとか初めてで。あ、そうなんです、僕も初めてなんですよ。緊張しちゃって。あ、27歳。あ、そうです、ですよね、はい、そうですよね。なんかちょっとプロフィール見させてもらったんですけど、はい、でもそれでなんかあの電気機器メーカーのなんか部長さんやられてる。あ、まあ一応、はい。すごいですね。全然そんなことないですよ。そ、その電気なんか機器具の会社っていうのは、え、あのソニーみたいな、そういう感じですか。あ、違います。あ、違うんですか。はい、ソミーです。沖田さん、どうもありがとうございました。